お、あれって正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。いつから始めるんだ。もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ、単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい。私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あの者からはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ、オイラもな。引き続き進みましょう。